がもう上ということでいいんですか今日は。かかりましたね。頑張ります。おいよ、バックハンド超えません。返せる。ということで5対0、清水選手のストレート勝ちです。56年ぶりの全種目メダル、そして金メダルへ。世界卓球5月21日から連日生中継。一緒に照らそう世界卓球全力